わあ、いいな、いいマップだな。この入った敵ガチャガチャしてる感じ。ベー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 。よし、朝のニュースを見に行こう。事件の解決でしょ。筋トレしようとしちゃった無意識のうちに。ブルームタウンのヒロインシャラちゃんを魔の手から救出し、勇者たちは眠りについた。だがノックの音が響き渡るのじゃった。筋肉が栄養を求めておる。おはよう。匿名の電話の後、行方不明の少女が図書館の外のベンチで発見されました。警察によりますと、親切な司書として有名なミセス・グレイが同日早朝に警察署を訪れたようです。異変だクソタレだ汚い言葉を使いなさんなおじいちゃんツッコミじゃ。こりゃ女の子の前でそんな愚痴聞くんじゃない。ミセス・グレイはサラ・ウェストフィールドちゃんのフルネーム、そんな名前だったら長え名字で一行も使っとんねん。誘拐を認めており、警察はそれをもとに調査を進めています。なんやんと。次はスポーツニュースです。おお、やっと年寄りが聞きたいニュースじゃ。ウィングスはどうなっとるかの。ああ、アメフトか。どうせシカゴウィングスは今シーズンはブブブブブシャブユーフィフィビ。おおい、しっかり映さんか。また投げるぞ。投げる、映りが悪いから投げてたんか。いや、叩くとかはあるけど究極系だな。あー、叩くんは優しくなんだあんな硬そうなもん投げてんのに、何投げてんだいつも。ガシャコン言うてるぞ。ミセスグレー、自首したんだって聞いた。ああ、君の言葉が心に響いたんだろう。ワンちゃん喋ってる時ベロで喋ってんの。ワンちゃんペラ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 して。あとは彼女次第だ。勇気さえあればもう一度人生やり直せる。いけますか。いけるんかわからん。誘拐ってどう重いんちゃうのわからん。大丈夫か知らん。こりゃリンコルメ、もうほいのやめんか。わしもこの状況気に食わんが、黙って我慢しておるんじゃ。リニコルじゃなくてヒューゴよ。それにテレベルもこらっておる。チームの状況聞けなくてももどかしいんじゃ。犬の名前だのいちいち覚えておれるか。だから今すぐノジョークのラジオ店に行ってこい。この状況説明して解決策持って帰ってくるんじゃ。わかったな。はい、了解。なんでいきなりパシられたんだ。まあ、しゃあないか。足腰悪いからな、ジージーは。おじいちゃん、一つ質問していい？なんじゃ？王道を起こすのって選択肢としてどうかな？ボーナーなら無意味じゃ。それに容赦なく鎮圧されると。ちっこぶしで。そっか、それじゃあお店に行こう、お姉ちゃん。ああ、私が出る。ラモーナか。もしもし？ミセスグレー、自首した？見た？私たちの勝ちみたいね。勝った！わーい！そういうことじゃないだとは思うよ。なんか、ま、子供だからね。ねえ、ラモーナ、今暇？うん、どうして？おじいちゃんがテレビが壊れたから近所のラジオ店に行かなきゃいけないんだ。今すぐ向かうわ、農場を見せてあげる。ラジオ店イコール農場っていう認識なんか、ブルームタウンの人間たちは。ありがとう。いまいち結びついてないけどな、俺の中で。お前に電話代を請求しなきゃいかんかもな。ただじゃないんじゃ。いや、だい、全部、向こうからかかってきてるからただだろ。海外って受信料も取られんのか。同じ町の中でもう家近いんだから行けよ。ああ、さあ行くよ。みんな頑張って。これは新しい事件の香りですね。最近起こった失踪事件を受け、ブルームタウン警察は農場の住民に対し、夕方7時以降は外出しないように強く勧告してます。これはサラの失踪と関係があるのかな。それともここに新しい悪が待ち受けてる。ちょっとどうしてそんな暗い顔してるの。人助けたのよ、悪魔倒したのよ。勝利した気分になれないのよ。警察に自首したんだもの。大きなことを達成したのに逃げらない反応だな。そうね、あなたがいなかったら解決できなかったわ。ありがとう。この話もうここで終わりにしよう。もう少しよ。農場局って呼ばれてる場所なの。理由は見ての通り、見渡す限りのトウモロコシ畑。北西に川があって、そこで釣りができるわ。ここに住んでる人たちはちょっと変わってるんだけど、私はほとんど来ないからよく知らないわ。それとあの納屋はハイティクなお店よ。うん、ここか。ボロボロじゃねえ。うわー、いいね。ここが言うてラーカラジオ店なんだね。わあ、これぞまさしくゴミポテプ王の墓だね。何それ。しかもお前さっきいなかったな。どこ行ってた。このお店は好き。ルースがよくしてくれるの。うんうん、はいはい。こんにちは。
お客さん連れてきたわ。この子エミリー。この声の大きい子はチェスタ。この可愛いのはヒューゴよ。トウモロコシの収穫を手伝わせようとか、教会に引きずって行こうとしないなら歓迎するわ。女の人が声間違っちゃった。女の人全然違った。声が全然違う。わからん。でも誰かが収穫しないとね。それ私のお父さんに言って言われたの。ただの冗談だよ。それで済む問題。スーパー家のテレビが壊れたの。もっと具体的に言ってくれないとわからないわよ。成功率 42%、 頭脳を見せつけましょう。原因を突き止めようとする。来い、失敗。やっぱ失敗じゃ。中にある何かが動作しなくなったの。それじゃ爆発はしなかったのね。よかったわ、参考になったわ。ブーって音が鳴ってプチって暗くなったの。そのブーって鋭い音だった？唐突だった？それとも歌ってるような感じだった？正規のない鋭い音が唐突になったわ。なるほどね。それじゃチューブだわ。接続に問題があるのよ。ドゥース、新しいアビリティ、まだ仲間にもなってねえのに。ちょうどいい部品があるわ。クーパーさんのテレビはどんなタイプなの？ロジャーズだ。ロジャーズって何？メーカーの名前？どのタイプなの？ロジャーズよ。ヒューゴがそう言ってるわ。ヒューゴ？ああ、なるほど。そういうことね。私も予備の部品を話し相手にすることがあるの。原因はこれよ。チューブの付け根にあるから取り替えて。煙とすすが出るから見ればわかるはずよ。部品いくら？タダであげるわ。どうして？あなたがこのお店のオーナーに部品代請求されちゃうわよ。大丈夫よ。私、新しいお客さんにまた来てもらうためだったと言えば納得してくれる。ねえ、これ何？ビッグチェスター聞こえますか？どうぞ。ビッグチェスター聞こえますか？どうぞ。あー、耳が。トランシーバー持ってるの？本物？本物ならすごく貴重よ。そうなの？トランシーバーって貴重なの？本物よ。私が組み立てたの。あー、試してみていい？もちろんよ。でも中継点の設置を手伝ってくれるならね。トランシーバーでブルームタウン中の信号を拾えるようにしたいの。そのためには高い場所に登ってもらう必要があるわ。このアンテナ付きの箱を展望棟に持って行って。農場の後ろ、森側にあるわ。道を渡って東に進むと給水塔の後ろに展望塔が見えてくるはずよ。いや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 、ややこいな。覚えれねえわ。私はここから監視して、あなたが塔に登ったら連絡する。このトランシーバーを持ってってグズグズしないでね。トランシーバー、なんでいきなりこんなメインの目的の部品はタダでくれたのに。いろいろむちゃむちゃ言われた。どこだっけ？ああ、書いてある。めっちゃ遠くみたいな風に言ったけど、違う。まっすぐ行ったらいいだけど、森があるどうたらとか言ってたけど。東に行くだけ？とりあえず行こうか。雨降ってんじゃん。箱持ってってって言ってなかった？もらったのか、アイテムで。行こう。新マップじゃ。ああ、新聞が落ちてる。クロスワードを解く。このクロスワードパズル、私がちょっと解いても誰も気にしないわよね。アメリカで初めて作られた国立公園はどれ？間違いなくてついてる。セコイア国立公園、ロッキー山脈国立公園、間違いなくイエローストーンね。イエローストーンね、やっぱりね。あ、そうなんだ、有名なんだ。全然わかんない、初めて聞いた。全部危なかった。頭脳がレベルアップした。賢くなった。こっち、あ、ここ入れないね。わあ、いいな、いいマップだな。この入った敵ガチャガチャしてる感じ。焼け落ちた消防署の建物だ。皮肉だな。怪我人が出なかったらいいけど。すごい、消防署。うわ、バチバチに燃えてんじゃん。何があった？入れないのか。後で入れそうだな、ここは。奥もある。あ、扉閉まってるや。てか、違う違う。望遠、展望塔に行きましょう。普通に渡れんのか。車通ってたですね、怖いね。わあ！べべ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 。給水塔、あるね。給水塔の奥にって話だったっけ。全然聞いてなかったや。音読してた、頭に入んないんだ。大きいな。ここまでするんだから、ルースには僕たち全員にトランシーバー用意してもらいたいものだね。いいから早くしてくれ、退屈してしまう。登る登る。うわ、すごく高い。ママがいたら登らせてくれなかっただろうな。私でよかったね。めっちゃ簡単。思ってたより楽な仕事でしたわ。わしの主、こちら茂み、聞こえる？あんたらそんな名前だったっけ。茂み、こちらわしの主よ。問題なく聞こえるわ。よかった。あともう一つ設置すれば終わりよ。場所は森の中。あ、もう一個が森の中なのか。そういうことか。みんなありがとうね。話ができるようにそのトランシーバー持ってて、何かあった時お互いに連絡するのに使えるわ。あ、お客さんが来ちゃった。もう切るわね。本物のトランシーバーなんて嬉しくて叫びそう。あー、誰？ワンちゃんか。下から叫び声が。違う、悪魔がいる。マジで？マジで？なんで？あの人追いかけてられるやつ見た。
悪魔だとしたら早く降りて退治しよう。え、今悪魔って言った？言ったわ、また連絡する。客が来てたんじゃないのか。子供の叫び声が聞こえたか。いや、あーって子供の叫び声だったんだ。ええ、急ごう。やばーい、現実世界に悪魔が出てきちゃった。ワクワクするぞ。いや、いちいちダンジョン行かなレベル上げれへんの面倒がってんね。そこら辺に湧くんかな。誰だ。撃たないね、ミスターヒル。私たちよ、悲鳴が聞こえたから助けに来たの。と、トウモロコシから変なやつが飛び出してきよっての追いかけてきたんだ。真っ昼間だぞ。そうだ、君たち行ってあいつのおびき出してくれ。出てきたら俺が仕留めてやる。こいや、子供らに頼むな、そんなこと。当たっちゃったらどうすんねん。ライフル持ってるんだから、おじさんが言ったら。追いかけられるほど若くないんだよ。まったく、まったくとかよ、誰が言ってんだおめえ。こいつ、かそかそ大人だ。それに年上にそんな口聞くんじゃない。ビビってるくせに、なん今日嫌いだわ、こういう大人。やめてよ、ちびっこ。大丈夫か、お前が追われてたのか。こんにちは。いや、冷静だ。お、こいつじゃねえな。どこ行った。カカシ怖っ。こんなもんですか、カカシさんって。もっと可愛らしいもんじゃないんですか。すん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 。どこ行ったんだろう。おーい、さっきのおちゃん、今ここで俺たちが襲われても撃てねえだろう。ついてこいよ。静かに。君が声を出してると嗅覚に集中できない。森から悪魔のような匂いがする。森なんだ。結局ね、あれ置きに行かなきゃいけないもんね、アンテナ。さっきもっとこっちの方いたぞ。ここにはいないわ。ここには何もいないようだな。いや、さっきラモンだから言ったよ。ちょっと待って、準備はいい？いつでもいいよ。何？ああ、そういうこと。どういうこと。まだ何の事件のあれもないよ。悪魔が出てきたこと自体が事件だわ。農場はヤバそうな場所だと思ってたけど、まさかここまでとはね。はなかなか鋭いわね。あら、今のはどっかで聞いた覚えが。グラフィック小説、無人ナヤの冒険家第30巻だよ。グラフィック小説ってもう漫画じゃないですか、それ。そろそろオリジナルジョークを考えておちでした。ジョークは難しいんだよ。っていうか、これ何？ねじれたトウモロコシ、ねじれた森。おそらく悪魔の仕業だ。ねえ、みんなよく聞いて。二人の悪魔をねじれた森で何するの？ねじり悪魔気だよ！いい、いつも元気でいいぞ。お前はそのまま育ってくれ。もういや、もう我慢できない。ジョーク警察呼んでやる。レース聞こえる？ラモナ聞こえるわ、はっきりとに。すげえ、こっちの世界とも繋がってんだ。そこをジョーク警察襲撃隊を要請するわ。あらゆる法律を破る自称コメディアンがいるの。どういうこと。ジョーク関連の法律なんてどこにも見当たらないわ。ありがとうルーセ、君のトランシーバーのおかげで長距離でもジョークが言えるよ。ちょっとやめてよ、ローブが見つかったわ。もう切るわルース、何かあったら連絡するわ。ラモーナもノリノリで弟とこうちょけてる感じがすんだけど、違う、俺の勘違いなのかこれ。子供のストーカーを見つけたな。ノジョークにあったサイン見た？外出禁止に関する通知もあったわ。うん。サラの前に農場から姿を消した人のこと？行方不明者がいたのは聞いてたわ。あ、聞いてたんだ。これはただの悪魔ではないだろう。とにかく行こう。少なくとも今どっか調べるか分かってる。いいね、新ダンジョンですわ。なんかこん中に痕跡があるんか。あ、いきなりの休憩所。すぐ戻りちゃうに。戻らない。進むよ。あ、カラス、新型、カラス型悪魔だ。こんにちは。ビンタ。猫ちゃんと木だ。よし、成敗してやろう。強っ。雑魚のくせに全体魔法使うやめてもろていいすか。にゃあ、成敗してやった。悪魔が全然仲間なんない。悪魔キャッチャーみたいなアイテム結局作らないとなんないのかな。モンスターボール的なことですね。進みまひょ。だいぶ進んできたぞ。森だね、本当に。まだまだ続くかな。お、明るい建物発見。あー、休憩ポイントだ。休憩ポイントってか帰れるだけなよな。ここで体力回復とかできないからね。進みまひょか。延々と森だわ。なんか変わり映えがしないな。何がかかってる。ピッキング用具だ。あー、ピッキング用具追加で作ってくるの忘れとった。そういや、1個目の図書館のダンジョンってもう入れへんのかな。ちょっと取り忘れた宝箱あったよね。うわ、すっごい嫌だわ。あ、誰？どちらさんですか？こんにちは。ちょっとあなた、人を食べるより私たちと話そうよ。ん？誰だ？あっち行け。あいつらに気づかれる。誰のこと？悪魔？はあ、それなら心配いらないよ。僕たちが懲らしめてやるから。あいつらと戦えるのか。もちろんよ。出なきゃここまで来れないでしょ。ところであなた名前は？私、エミリー。名前覚えてない。どうやってここにたどり着いたか覚えてる？
その前のことを覚えている。その間のことも唐突で柔らかくて、うん、あれは死だった。死ぬ前のことを何か覚えてるか。森の中にいたよ。その後いつの間にかここにいた。森なのは同じだけど、あの森とは違う。あと近くですごく怒っている人がいた。その怒りで太陽が陰ったよ。あなた誰？わからない。僕は僕だよ。我々と言葉を交わしているということは人間だったのだな。人間、君たち4人みたいに。ヒューガは人間じゃないわ。だから私たち3人のようにね。わからない。今はもう違う気がする。もう一つの世界のこと覚えてる？この辺りに広がってる空間のこと。うん、新しいことがあって、あったかいトウモロコシみたいな匂いがした。前回のがずっと楽だったわ。何、ややこいからってこと？そんな暗いことを言うな。この男の死は操作されたはずだぞ。その事件の詳細が分かれば、この悪魔の痕跡を現実世界で見つけて、ブルームタウンの子供たちを救うことができる。ヒューゴ、あなたって警察犬みたいね。警察犬は、買いで、物場所し、違う、コント推理。事件解くのはまた別格だよ。テレビドラマ見すぎじゃない？そこで何が起こったのか、僕が何者なのか突き止めてくれると助かるよ。ええ、できる限り尽くすわ。何か分かったら知らせに来て、ここで岩を怖がらせて待ってるから。どういうこと？絶対役、いつものことだけどおかしかったよね。こんにちは。いや、あなたの死について教えて。酷なことを聞く。こういうのがあったよ。なんて言うんだっけ。日差しがあって明るかった。それとすごく怒ってる人がいた。それだけだよ。気づいたらここでフラフラ飛んでた。その怒ってる人に殺されたんかな。前誘拐だったけど今回殺人事件と思いね。この人生き返らないでしょ。ここで何があったか教えて。ここの空気は体に良くないよ。怯えた男が時々現れるんだ。その人上から来るんだ。暗いものを怖がっている。そして暗いものは邪悪なものを恐れている。誰もが憎しみ合ってる。何、難しいこと言って奥から出れますか？出ていいのかも。今日現実世界で調査しなきゃいけないもんね。うわ、奥に続くわ。ちょっと混乱した仲間が全体に魔法使うのやめてよ。怖い。魔法使わないでよ。混乱してもやめて。あら、戻って出た方が良かったのかな。あ、なんかあるわ。何これ。三角形イコール3。まあそうね、それは当たり前としか言いようがないわ。何何何、謎解きか。おいおい、珍しくややこしい。で、こっちが勘繰りすぎんだよね。割りかしいつもシンプルだからな。わからん。五角形パネル拾うた。三角形イコール3。うーい、ここだ。ちょっと待ってよ。なんかここにも書いてる。658だ。ふむ。え、まさかの六角形、五角形、八角形埋めたらいいだけって、そんな簡単なことないね。あと一個八角形が足んないや。あら、行き止まりだ。あ、違う。下に開くわ。ここが開くんか。分かりにくい、開くとこ。あれ、八角形のがないわ。いや、ここ、絶対宝箱あるでしょ。八角形探そう。え、永遠に続くな。もう現実世界に戻りたいんですか？ダメだ、ねえや。先にあるかな、下手したら。進もう。これ、効果的。弱点ついてダメージ7とかやばいわ。多分武器がしょぼいわ。一回金稼いで装備整えにゃならんなす。今回はさすがに時間かかりすぎし、戦いに。またこれ五角形じゃなくないですか。 T の角は1234566、六角形とは言わんなけど。あ、今度こそ行き止まりだ。戻って現実世界戻っか。で、取ったパネルを一応ここに入れとく。黒い八角形パネルをはめる。もう取ってた、いつの間にか八角形パネル。あ、違う、 T 字だよね。まあ開きゃいいや。うわー、死んだ。ザコも強え。何度も言うようだけど、やっぱこれ強化しなきゃだな。戻ってからバイトする時間あるかな。お金がいるんだよ、強くなるにもよ。せちがれせちがれ。宝箱見っけ。回復パック3つ。おうち、これ帰れるとこじゃないか。帰れるとこだ、帰りましょう。だいぶ進んできたしね。今現実世界何時だろう。ブルームタウンに戻る。ああ、いろんなどっか行けない。深い森の小屋、森の入り口。もう分かんないよ、これだけ見ても、どこがどこが。ただいま。森から入っても家に帰ってくれる。おじいちゃんもびっくりせんのか。お前らいつ帰ってきたんじゃ。ただいまぐらい言わんか。あ、ダメじゃ、もう9時だ。今日おしまいだわ。まあまあ、メインストーリー進んだっちゃ進んだか。犬、遊ぼうぜ。ちょっと研究して、休憩して一緒に遊ぼう。わーん、いいぞ。他にやるべきことはないか。うん、特に何もない。大丈夫よ。あー、犬とのあれができんのか。有効度が上がる。あー、もうこんな時間、おじいちゃんに怒られるから遊ぶのは明日にしよう。そうだよね。9時半からはイベント進めれないよね。
さあ仲間ごとにもイベントあるからね。明日はちょっとダンジョン忘れよう。まだね、前のサラちゃんみたいに直接的な被害者いたな。いたけど名前知らないし。あ、これ作っとかなきゃ。それは大事だ。とりあえずピッキングツール、あ、めっちゃ作れる。のあ、なにこれ、残りくずっていうのが全部に使うんだ。悪魔キャッチャーまだ作れねえな。いつなったら捕まえれんだ。なんか捕まえて、悪魔の合成とかは先に教えてくれたのにさ。悪魔キャッチャーのハードル高くないですか。鉄残りくず5個も使うんだけど、ちょっと、まあ、ピッキング用品だわ。まずは、あ、時間が足りません。作るのにも時間がかかんだ。結構だな。いっか、とりあえず1個だけ作ろう。1個も作らせてくれない。ふざけんなよ。何もできねえじゃん。時間に追われる毎日だわ。もうおこです、おこ。もう家の中、部屋の中でいちいちゆくしゃくもう一回しわなくていいよ。おやすみなさいだよ。寝つく。てか、この家風呂ねえな。海外ってそういうもんなんか。確かにあんま風呂あるイメージねえな。豪勢なお家とか以外。よし、今日は強化月間だ。お金稼いで、いろいろ、ワンちゃんとも遊んでやるか。ああ、通信入った。どうぞ、こちらルース。エミリー、応答してどうぞ。こちらエミリー、ちゃんと聞こえるわ。どうした?私の超クールなトランシーバー持ってるみんな、うちの店に集まっていいわね。こちらラモナ、了解した。すぐ行くわ。一体何?こっちまだ寝てるんだけど。だからまた後でね。ヒューガは私と一緒よ。みんなが準備 OK ならルースの店に集まるわ。どうぞ。ルースに悪魔のこと話すべきだと思うか。もうね、気軽にトランシーバーからかかってくるし、トランシーバー持ってるから秘密にしててもよくないでしょ。うん、チームの一員になってもらおう。そう思ってるならよかった。無線で助けてもらえれば心強い。パーティーはけど限界4人までっぽいよね。けどアビリティ覚えてたから一緒に戦えるはずだけどね、多分。よし、とりあえずメインストーリーも進んでってるね。どうしようか今日は。